そうですね、あのー、やっぱりシングルスって今までこうずっと1人で試合を作ってきた中でやっぱりダブルスになると2人いるわけでパートナーのミスに対してすごく怒りっぽいというか何でそんなのミスるんだっていう意識が強かったんですけど逆に自分がミスった時にそのダブルスをやってきたパートナー,に対パー,トナーはあまりこう怒らないっていうことに逆にすごく えー、ギャップを感じてですね、あのパートナーのミスにいちいちこう怒っているのはダメなんだなっていうことをすごく痛感させられて、そういうパートナーのミスに対してこう怒るっていうことをしなくなりました。はい。最初はそこが苦労しました。<laughs> そうですね。やっぱりあの先ほどお話し,した通り、シングルスだと足を えー、使っててて動いい、まあ、相手を回していくダブルスの場合だと、えー、上半身を使って速いテンポで攻めていくっていう中でやはりこうシングルスの癖でこうテンポを遅めてし緩めてしまう遅いテンポにしてしまう時があるんですけどそういうプレーをしてしまうとやはりパートナーにいやもうちょっとそこ速くとか速、えー、いテンポでもっと攻めてとかいうふうに言われることがあってそれは今でもやはりなかなか難しいなと思うことは多いです。 そうですねやはり上手い人のプレーを見て、えー、自分に足りない部分自分と比較して何が足りないかをやっぱり認識して例えばあの準備の速さだったり相手が打つ前に動くんだっていうことを自分でちゃんと理解して、えー、先に動くじゃあどこに動けばいいのかとかそういうところを学んだことが、まあ、自分のダブルスの上達につながったかなと思います。 ありますね、あのー、基本的なローテーションができていないとどうしても前衛に入ったままもう前衛で固定されちゃう人が多いのでやはりこう2人でぐるぐる回りながら攻撃をしていくっていうのがダブルスの基本的なセオリーになってきます。 そうですね、先ほどのローテーションができていないとやはり前衛と後衛でもう完全に分かれてしまうと後衛がずっと後ろで振り回されて疲れてしまうということで負けてしまうパターンもありますしあとは連続攻撃ができないのでローテーションがうまくいかないと連続攻撃ができないのでやはり相手に先に攻め込まれてしまうパターンっていうのがあります。 そうですねやっぱりパートナーと、えー、呼吸を合わせてそのよく表現されるのが 1+1 が2ではなくてやっぱそれが3だったり4だったりその相乗効果っていうので、えー、ペペアアの特色をうままく活かしているペアだと思いますあとはダブルスの場合こう短いラリーサービスとサービスレシーブを絡めた短いラリーが多いのでそのサ,サービス周りの処理がうまいペアがやはり勝てる,勝てるペアなのかなと思います。 そうです、ね、まああの後衛から打ったスマッシュっていうのはレベルが高くなればなるほどなかなかなななな決ままらなくなってきますなので前衛がいかにこう球を作って連続して攻撃できるか、えー、そういう連続攻撃をすることでその単純に攻撃をするっていうだけじゃなくて相手にリズムを作らせないそういう精神的な部分で相手のミスを誘うこともできるのでやはり あの前衛が球試合を作る前衛が球を作っていくことで2人の流れが作りやすくなると思いますそうですね後衛も前衛もやはり後衛が打って前衛に決めさせる球を作るということを意識する前衛も後衛に打たあのしっかり打たせるように意識していくということが大事だと思います そうですねシングルスはやはりこう足をしっかり動かしていくことが重要になる種目でダブルスはやはり上半身、まあ、スピードも動くスピードも大事なんですけど上半身をこう使って連続して攻撃するというところで、まあ、大きく違いがあるかなと思います。でラリーのの中で言うとダブルスの方が やはり相手が打つ前にも先に動いて準備をする予測をするということがあるのに対してシングルスは相手が打ってから動くというのが基本になってくるのでそのあたりが大きくく変わってくると思いますすそうですねある程度技術がないとやはり、えー、ここを狙うという。あのー ポイントがある中でそこが狙えないとどうしても球が甘くなってカウンターを受けてしまったりとか、えー、ドロップで前にしっかり落とすっていう中で甘くなってしまうと、えー、逆に相手に、えー、攻められてしまったりとかクリアーも甘くなると逆にカウンターを受けたりするっていうことがあるのでやはり技術練習があ,のありきで、えー、応用あ、まあ、ダブルスの基,基礎として、えー 技術だったり、えー、戦術というのは覚えてもらいたいんですけどただやはり技術がまだない方でも、えー、戦術をしっかり覚えることで、まあ、自分でイメージしやすいダブルスに対してこういうふうにやっていくべきなんだっていうイメージをもつかみやすいと思うのでそういう方にもぜひ見ていただきたいと思います。そうですね、あのー やはりなんとなくこう試合をしていい試合はできるけど最後勝ちきれないっていう人が意外と多くてそういう方っていうのは戦術をあまりこうなんとなくぼ,やりでしかぼんやりでしか自分で把握してなくていやこういう時はこうした方がいいこういう時はこうした方がいいっていうその状況に応じて対応することがいまいち欠けてる人が多いんですね。なののででやはり試合の終盤で 相手はこういうパターンをしてきたからじゃあ自分でこういうふうに対応していこうとかそういうことが分かると自信につながりますしやっぱ最後、えー、攻めきれることが多いかなと思うので試合につながり試合の勝,勝利につながりやすいかなと思います。そうですね、やははり人人いるののでででそここシングルスと全くく大きく違うところなので2人で 楽しくバドミントンができるようなあの攻撃パターンを作っていくとかやはりその僕の中では楽しいっていうのが楽しくバドミントンするっていうのが大前提なのであのそれを二人でうまく作り上げていければいいなと思ってます。